ね、外にやってきました。家にいてもね、もうこうなんかすぐね、スマホとか見たりとかね。まあそういう感じで俺の神聖なる勉強に悪影響になるものしかないなと思ったんで。僕の第二の実家ともいえるこの橋の下にやってきました。ここでならね、まあ課題もですね、めちゃめちゃスムーズに、終わらすことができるんじゃないかなということで。まあこれ言ってなかったんですけどね、もうこれね、めちゃめちゃ大事な課題なの。まあ今ね、やっぱり大変な時期じゃないですか。まあということでね、ギチギチにね、課題とかいっぱい出してくるんですよ。こう一つの課題でも落としてしまった場合、まあ退学とかまではいかなくても、こうもうほぼ留年みたいな。もうあと1年学校に通わなきゃいけなくなるみたいな。まあそういうね、本当にこれガチで落とせないのね。だから本当に集中しないとダメなのよ。今日本当にブラックラファエルとか、そういうやつが邪魔しに来た場合、俺本当ガチ、ガチで殴るし、もうなんだ、もう殺しながら邪魔されたら困るの、本当に。周りいないの？ちょっと、あれだな。最近ちょっとツイッターもちょっと本気でやり始めたんで、まあ、外で課題やるって結構ね、珍しいと思うんで、ツイッターでちょっと今から外で課題やりますってちょっとツイートしたいと思います。ガチでむずい。何言っとんか全然わからん。ほんまにわからん。どういうこと？どういうこと？わからんねん、もう。ガチで終わらせたらやばいんやって。明日提出じゃねんて。むずすぎる、これ。結局やっぱ集中できないってさ、ちょっと、場所を移動します。奥の方ちょっと言おう。ガチでイライラする。もう明日提出やねんて。明日提出せなあかんねんて。もうほんまに。明日提出せんかったら退学なんねんて。子供うっさいねん、もう。はい、どうもこんにちは、ミスタケです。急遽今動画回してるんですけど、なんと、ツイッター今確認したらです。ブタアービーさんのツイッターなんですけど、何書いてるかって言ったら、スクショします。今から外で課題やります。この課題提出できなかったら、マジで学校退学になるレベルで、ガチでやります。みんな応援よろしくと。で、まぁ、こんな感じに、もうツイッター上げてるんですよ。もうただのバカなんかなと思って。その、なんか自己欲求、視聴心かわからないんですけど、もう上げたっていうことは、はい、もう、終わりです。これもあいつの人生かかってるだけですよ。だからこれ見逃したら留年ってことでもう一年学校をやり直さないといけないってわけなんですけど、僕ひらめいちゃいました。彼の宿題、課題、燃やしたいと思います。今ちょうどその撮影で使ってたライターがあるんですよね。あいつの宿題こうやって。まあ、まあ出てるんですけど見えないけど、これであいつの宿題燃やしちゃったらいいのではないのかと、まあ、ひらめいちゃいました。で、まあとりあえず、さっきのツイッターの写真見る限り、あれ足の下の机みたいなベンチのとこですよ。もうわかるんですよね。だからあいつあっこでやってるんで、とりあえずあっこで行って、もう様子見計らって、もうタイミング見計らって、もう燃やしていけばと思います。とりあえずもうすぐそこなんで向かいます。はい。今もう歩いて足の下います。ちょっとこの辺からあんまり大きい声出せないんですけど、まあ、彼あの橋の下で課題やってるはずなんで、もう早速燃やしに行きたいと思います。そこやからマジであいつの人生かかっちゃってるんで、これはもう燃やすしかないですよね。おらんやガチかガチかよ。ガチかよ。おらんや。ここなんですよね、ここ。ガチで言ってるな。ここで、あいつ、写真と比べたら、もうここなんですよね、机。ここでやってるはずなんですよ、背景的にも。おらんや。まあ、さすがに、ここをやっとったら人通るんで、ここ。さすがにやらんか。ってことは移動したってことですね。でもツイートお前10分ぐらい前なんで、まあ、そんな遠くには移動しないはずなんですよ。だって、この辺で静かなところとか、集中できる場所に移動してるはずなんで。ちょっとガチか。いや、これだるいっすね。普通に。これはどうしましょうか。とりあえずもうこの辺り散策して、もう特定するしかないんで、特定とか探すしかないんで。ガチか。これは結構な計算外ですね。もう、ガチか。ガチか、ボツなるんこれ。この動画出てたら、ボツじゃなかったっていうことです。出てなかったら、ボツってことなんで。どうしよう。ちょっと、まあ、とりあえず、もう探します。あの奥とかはないか。あの奥はもう、行き止まりなんで。でも、行き止まり、じゃなかったな。行き止まりじゃないから人通るんですね。だから人は通らない場所。この辺とかもめちゃくちゃ人通るんで、公園なんで。ちょっと、あっちかもしれないですね。でも、もうワンチャンあっちです。もう、あっちいなかったら、もう、いないってことですね。でもこれ、あっち行くのには、これ通らないといけないんですよ、ここ。これ見てください。こんなん通れます？普通。
ほら、これもういっぱいあの、マムシとか、そういう毒蛇とかいるんですよね、こう。ここを通らなければいけないっていうのが一番な、なんて、命かかってるんですよ、ほとんど。これもう、デコボコな、いや、もう入れて。やばいんですよね、ちょっと。飛び降りていくのは、ちょっと、え、これどうやって、どうやって行くのこれ。これリアルガチでどうやって行くの、もう、アウトやん。これ無理じゃね、カメラ持ってんのに、これ飛んだらいけるんですけど、カメラ持ってるんで、まあ行きますわ。カメラ持ってます、今日。あ、危ねえ。カメラも、8万のカメラ持ってるんで。この辺に、勉強できるスポットあれっすね。あ、お、ま、こっち、え、お、ちょっと、お、ガチ、お、います、います、います。ガチか。え、ガチか。おい、ちょ、ちょ、ちょ、おるよ。え、ガチか。待って、ちょ、動画撮り始めたし。はい、ということで、場所移動しました。まあ、もう奥の方もね、まだ子供いっぱいいたんで、もう本当にまあもう人気がね、ない公園に来ました。はい。ここでならね、この課題をね、まあ、完璧に終わらすことができる。え、こいつガチか。え、カメラの画質強すぎやろ。これインスタ映えできるね、これ。これ、あいつインスタ出したらインスタ映えできるやん。強すぎやろ、俺のカメラ。え、そんなことはどうでもいいねんけど、とりあえずあいつの課題、持ってますね、手元に。ターゲットこれです。怖い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 、何言っとん、切れてるやん、難しすぎるやろ、大学になるとか言い出した。とりあえずあの課題を何とかして取らないといけないんで、どうやって取るか、もう今のままやったら強行突破、盗んで違う場所で燃やすしかないんで、緊張しますね、かなり。結構緊張する、この距離は。結構離れてるんですけど、10メートルぐらい。これがむずすぎるな、お前もう。なんやねん、もう。もうほんまもう俺退学なるってこのままやったらもうむずすぎて、もう。諦めるわけないかないんだ。わけないかない。よし、やろう。あれから5分、10分くらいかかったんでやったんですけど、なんとか、あと、ちょっとのところで終わるところまで来ました。もうめっちゃ難かったけど、ほんまになんかネットとか、もうあの、ほんまに自分の頭、もう俺の知能をもう最大限に駆使した結果、なんとかできました。もうこれで、あとほんまに 20% 終わらせることで、もう俺の退学は阻止されます。はい。学校にまだ行くことができる。俺の人生はまだまだ終わらない。よし、ちょっと待って。あの、ちょっと頑張りすぎてなんかあれかもしれない。ほっとしたからかもわからない。ちょっとちょっと待って。待って、うんち行きたい。やばい、視聴者皆さん、痛い、突然ちょっとこんな汚い話申し訳ないですけど、ちょっとちょっと、すいません、ちょっと、代弁行ってきます。早くしろ、どっか行けや。ちょっともう、何しよう、写真、こっちの、ちょっと映ったかな、ちょっと映るんか、確かに。動画止めようとした瞬間。え、ほら、いいか。こいつ、地面に課題置いてるやん。課題持っていこうかな。周り別に誰もおらんし、いっか。このカメラと、この課題、一緒に置いておきます。はい。ちょっと風が強いんで、この辺にね、ちょっと置いておきたいと思います。はい。じゃあすいません。ちょっと近くのコンビニに代弁行ってきます。ガチかこいつ課題持ってないね。こいつ何しよん、こいつ腹、え、こいつうんこもしかして。近くのコンビニ行くん、え、これうんこやろ、だって腹押さえてほしい。え、紙持ってない。え、これチャンスしか、え、これ。え、あいつ俺に気づいとん。気づいとったら肩持って一回留年かかってほしい。え、ちょっと、これ行ったよ。あれ、え、これ行ったよ。だってこれガチか。え、これガチのチャンスよ。え、これガチのチャンスよ。え、これガチの、え、ガチよ。ガチの、ガチやん。え、おらんやんな。え、こいつガチやん。アホやん、これ絶対。え、ガチか、これ。え、こいつ、なんで、あ、隠したんか。持っていけばやん。なにこれ。動物には、親と共に移動しながら育つ、〇〇と答えられてないやん。素で育つ、単独性を、が存在する。ねえ、これ。生物勉強しようかな、この人。
なんかそういう生物系ですね、多分これ生物系の課題ですね。これがなんかまあ説明書で、こっちが課題室とかですね。だいぶ終わってますね。だいぶ終わってる。だいぶ課題終わらしてますね、これ。ただいま、説明書は別に燃やさなくていいんですけど、これですね。まずこれ燃やします。さよならの時間です。さよならの時間です。カメラを持ちながらやからバリムズ。はい、マジですね、マジの炎です。いいか、さよなら。てか、記念写真撮らんでいくか。風が強い。ちょっと風強い。燃えるこれ。これ燃えるガチで。燃えたな。燃えたな。舐めてた。髪。ライターある。燃えるこれ。熱いし。自滅してるんですけど、風で。これ。燃えた。ちょっとカメラ一旦置くか、これ。カメラ一旦置くか。熱い熱い熱い、ガチで熱い。なんで俺のとこに当たってくるの。ガチで熱い。これ燃えんくない。ちょっとこれ無理やん。いや熱いって、なんで俺に当たってくるの。見えんなこれ。どこどこどこ、燃えた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 。ちょ、で、燃えた、燃えた、燃えた。あ、これガチのやつや。匂い的に。あ、ちょっと、やばい、これ爆発や。ちょっと、お前、お前、何しろ、ちょ、待って、ちょ、待って、ちょ、燃えてる、おい、お前何しとん。ちょっと待って、おい燃えてる、おいうえっうえっ、ちょっと待って、何しとん。などういう資料なの。これ明日提出して提出できんかった俺学校やめなあかんことなんねお前何笑っと、何笑っと、お前はずっとけんな、お前ちょ、お前ちょ、お前ほんまマジふざけんな、おい待て、やばい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